なんか簡単に、その今のさ、それって新規の営業先が多いの？それとも既存が多いの？人によってそれぞれなんですけど、既存が6割、新規が4割みたいな感じです。他社さん使ってるのをうちに切り替えてもらうみたいあ、な営業になるわそうけやですな。ね。はい。で、その他社さんよりもうちに切り替えてもらうときのそのフックになるようなメリットっていうのは、いわゆる衛生面でのコンサルティングみたいなところを、あ、まあ、そうです。言っていってるわけやな。そうです。はい。衛生面でのコンサルティングって、例えばどんなこと言例えばなんですけど、うの？洗剤って多分、あ、洗剤って言っちゃった、いいんですかあ、ね。いいんじゃない？いいんじゃない？いいと 思う洗よ。剤って多分、どれも同じだと思うんですけど、それプラス、私たちの商品の洗剤を使うことによって、例えば、お掃除時間が短くなったりとか、なんて言いますかね、水で洗い流したときに、すごいすすぎ性がすごいいい商品とかがあるんですね。なので、使うことによって、時短になって、その分他の作業にしっかりと集中できますよだったり、もう今は、もうちょっと少なくなりましたけど、コロナとかで、やっぱり感染っていうところがすごく強化されてる中で、そういうのに特化した商品を1個入れてみませんかみたいな、しっかりとしたエビデンスを元にした商品をお客さんに提案したりとか、いろいろあるんですけど、ずっと現場に入り込んでますね。現場に実験入りみ込んたいでな。る。ということをもうちょっと教えて、現場に入り込んでるってどういうこと？私は食品加工工場とかを結構担当してたんで、おお。工場の中に入って、うん。一緒にお掃なんか除頭して、かぶっていくんや。そう、やばいですよ。もうなあ。真っ白の中。真っ白でな、かぶって入り口でなんかもういっぱいなんかシャーやって、行って誰たにんも見や。られなくなるような、そういうのをしましたあれね。見られたくないよね。あれは見られたくないでなすんかし。ね、頭が一番嫌やわ、俺。そうですよ、本当にもうすごい、やっぱそういうところが一番お客さんとしては興味持ってくれる部分なので、しっかりと検証して、データ見せて、採用に結びつけたら大きい売り上げになるので、そういうところですかね。例えば、大きい売り上げになるっていうのはね、具体的に何がどれぐらい売れて、どれぐらいの金額になるの？大体私の持ってるお客さんは、例えば本部で決まった洗剤は200店舗とかのもうチェーンに一気に導入されるんですよ。なので、1個入れるのは難しいんですけど、入れたら、月その洗剤を使う、使用量は決まっていて、かける店舗数で、割と大きい、洗剤として大きい売り上げになるんで、確かに、まあ潜在としてはそうなるよな。ただ単価はちょっとやっぱりそんなに大きい金額ではないんで、トータルで入れるっていう、洗剤1品だけじゃなくて、もう店舗で使ってる洗剤をもうすべて、10種類ぐらいあるんですけど、それを全部切り替えるトータル提案っていうのを軸にやってました。ほんで、一回打って終わりじゃないしな、ずっとやもんな。ああ、そうですね。もう継続的な。にリピートしてもらえるので。そうやな。やっぱり、あれ、早くなくなるように、ようけ出るようにとか作ってあるのかな。逆に容器出るように作ったら着られるんで、少なくしましょうっていうので、でも使ってくれたらラッキーみたいな感ラッじキーやな。まあ、そうやな。ようけ出るようにしたいのは山々やけど、で。そうですね。そんなに出やへんで、綺麗になりますみたいな方がな。お客さんとしては聞こえがいいんで、なるほどな。そうか。だから、そうなんやな。